10年前に兵庫県尼崎市で起きた JR 福知山線の脱線事故で100人以上が搬送された兵庫医科大学が事故当日、救急患者の受け入れから治療までの様子を映像や写真で記録していたことが分かりました。厚生労働省は大規模な事故の際の搬送や治療の様子が映像で記録されているのは珍しいとしていて、救急対応をめぐる課題を検証する資料として注目されそうです。兵庫県西宮市の兵庫医科大学によりますと、2005年4月25日の事故当日、救急患者の受け入れから治療までの様子をおよそ1時間40分にわたる映像や130枚ほどの写真で記録しました。治療は訓練通りに進みましたが、映像からは課題も浮かび上がりました。その一つは、命に別状はないものの入院が必要な人が警察による事情聴取の対象になり治療が滞ったケースです。また付き添いの人がおらず、到着までに心肺停止の状態になってその後亡くなった人もいました。このため映像を検証した小谷丈治主任教授は、医療関係者でなくても一人付き添っていれば急変に気づいて蘇生措置ができた、重要な教訓としなくてはならないと話しています。